バイオリン競争曲第2番と単調作品63はセルゲイ・プロコフィエフが残したバイオリンと還元楽のための競争曲の一つ。マドリードのテアトロ・モニュメンタル壁面に掲げられた当楽曲初演の地を示すプレート1935年に作曲、同年12月1日にスペインのマドリードにおいてフランスのバイオリニスト、 ロベール・ソエタンのバイオリン独奏とエンリケ・アルボス式、マドリード公共楽団によって初演された。1930年代、古国ソ連での成功などを背景に、冒険の念を抱きつつあったプロコフィエフは、この頃には、フランス人バイオリニストのロベール・ソエタンの、ヨーロッパ各地を巡る演奏旅行に同行していた。この最中にソエタンの講演者から、 ソエタンに1年間の独占演奏権を与えることを条件に新たなバイオリン競争曲を作ってほしいと依頼された。オリシモ1932年に作曲した2つのバイオリンのためのソナタ作品56のフランス初演をポーランド出身のアメリカ人バイオリニストサミュエル・ドゥシュキンと共に手掛けたことに感銘を受けていた。そこでプロコフィエフは このことに対する感謝の意を表することも兼ねて、前期新たなバイオリン競争曲の作曲に乗り出すこととなった。作曲は、第一楽章をパリで、第二楽章の第一主題をロシア南西部の加工トシボロネジでというふうに、ソエタントの演奏旅行の合間を縫う形で進められた。5月下旬頃までにスケッチを書き終え、さらに7月下旬頃までには、 ピアノスコアを書き上げた上で8月中旬にバクルでオーケストレーションに取り組んだ。初演については前期の通りスペイン・バルセロナで行ったが当初はパリで行う予定だった。プロコフィエフの作品としては初期の大胆不敵な作品に比べて伝統寄りになっておりこの作曲家特有の乾いたグロデスクな表現は控えられている。そのためもあってかヤシャハイヘッツがこの作品を モノラル時代とステレオ時代に一度ずつ録音し、作品の知名度に貢献した。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、大大庫、小太鼓、トライアングル、シンバル、カスタネット、言語部以下に示す3つの楽章で構成されている。演奏時間は約26分。曲は伝統的なロシア民用に、 関連のある素朴なバイオリンの旋律に始まる。第二楽章を通じて、バイオリンの優美な旋律が花開き、冒頭の旋律はバイオリンに伴奏されたチェロ独奏の楽句に再び現れる。第三楽章のロンド主題は、スペイン趣味が認められ、ロンド主題は、現れる旅カスタネットの響きに送り出される。ありがとうございます。